ちょっとしたハプニングもあり、大変見応えがありましたね。それでは点数をお願いします。まずは解放ポイント。おお、9点が出ましたよ。先ほどの8点を超える高得点です。まるで新婚さんみたいでよかった。なるほどなるほど、海外しく世話をし、初々しさもあり、さすが大人の女、見事な若妻っぷりでした。さあ、ラブラブポイントはどうでしょうか。あ、5点です。これは厳しい。もっとラブコメっぽいところが見たかった。確かに、あの場面でなぜ口移しをしなかったのか。恥じらいがあだになった模様。合計点数は14点、現在2位。さすがに生徒相手にはね。さて、それでは3番は誰ですか。私よ。おお、あゆみーなの登場です。自信のほどはないけど。でも、非常時にこそ冷静に、全力を尽くすわ。さすがは委員長、頼りになりそうです。もう、限界だよ。何言ってるんですか、サトシ君。ちゃんと元通りになるんだからいいじゃないですか。死ぬほど痛いし苦しいんだけど。喉元すぎればなんとやら。男性ならショック死をしてしまうと言われている陣痛の痛みも出産後は忘れてしまうと言います。だからサトシ君も大丈夫。君、トラウマとか PTSD って言葉知ってる？お願いします。
しみは持田君に行くんだ。もし私が失敗したら。やめて！デクノボ、無残な姿になったダミー人形、制限時間内に手当てできなければサトシ君がこの姿になってしまいます。取り掛かるわ。重たいガーゼ、それに何か添え木になるもの。瓶ばかりで包帯がない。ハンカチでなんとか。机の上に定規がある。足が。まずは骨の位置を元に戻さないと。添え木を当ててハンカチで縛る。右足はこれで大丈夫。あとは左足と両手。私、篠崎、いいんだ、俺なら。持田君、辛そう。せめて痛みを和らげてあげられたら。あ、そうだ、ポケットに聖水がある。願いが叶います。ナホさんはそう言っていた。これ聖水なの。もしかしたら痛みが消えるかも。
神崎のおまじないグッズか。そうだ、自分のおまじない。そのせいでみんなはこの天神小学校に。瞬間を打開することだけ考えよう。飲んでみて。どう？なんだか痛みが。